週第2第4火曜日の夜9時からスタジオラルーシュにてお届けしている、今日は4週目ですね、あのカオスの壺始まりました。で今回の、ゲストは前回のアシュラフ王子の同僚の戸川飛鳥くんに来てもらいました。こんにちは。お忙しいところよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと軽く自己紹介だけしていただけると助かります。22歳、広島県出身の戸川飛鳥ですね。ですね、はい、はい。今もう本当に、まあ、コロナ慣れてるよ。もう今もう真っ只中ですからね。真っ只中。はい。再戦3戦目3戦目です。今勝ってますから。2連勝中だからね。2連勝中ですから。このネタ、そのネタでいく？さっきそのネタで盛り上がった。はい、このネタ。いやいや、他も掘り出していきましょう。あ、そうですね、広島今カープがね頑張って気になるところだと思うんですけど、はい、カープファンの皆様は、え、アシュラフ王子とは同僚になるんですか？はい、同僚で。じゃあ営業をやってる感じ？はい、そうです。なるほど、なるほど、はい、どうですか、社会人1年目1年目に、はい、そうですね。なるほど、なるほど、今1年目を通過しつつあるところ。そうですね。なるほど、なるほど。どうですか、社会人になって。そうですね、まあなんて言うんでしょうね、学生の時と。あ、もう全然違いますね。うん、はい、もうこの学生の時の、うんうん、あの軽かったテンションをもう振りっていうか、もうガンって、もうそうですね、もう学生の時がもうあのテンションじゃやっぱりもう社会人はもう無理かな。続けていかない。はい、やっぱ重要な、違うんですね。違いますね、やっぱり、はい。なんか高校から大学変わるのってそんなに変わんない？いや、もう変わんないですね。うん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 、もうチャランポラな感じでもう全然大丈夫でしたね。大学から社会人の中間みたいなのあるとさ、はい、なんかこういきなり辞める人とか減りそうだよね。そうだね。ああ、確かにそうですね。なんかこう、はい、落差激しそうだよね。いや、もうすごい激しいと思いますよ、本当に。辞めていく人とかもいる、もういる？いや、まだいないですね。はい、私、はい、一生懸命頑張ってますね。はい、でもアシュラフ王子と、はい、大の仲良しだっていうね、ことなんですね。そうだよね、会社でね。なんで仲良くなったんですかね。あ、気になる。うん、なんで、大学が一緒だったんですけど、それは会社に入ってから知ったんだね。知ったんですよね。最初はだってね、重役というか上司みたいな。ああ、そうですね、もう私の友達もなんか、ね、あれ教授じゃないのみたいな、もう本当にそれぐらい教授いるみたいな、教授いるみたいな写真見したらもうみんな教授って言ってるぐらいの感じで、でも私知らなくて、で会社に入って話したら一緒じゃんみたいなっていう感じで、初心一緒じゃんみたいな、大学、はい、そっからですね、多分、はい。共通の趣味があったとかでもなく、いや、ないと思いますね、全く。あ、そう。え、普段何話してたりするんですか？普段、いや、何なんでしょうね。でもなんか普通に、なんかどうでもいい話っていうか。おう、意外。なんか2人揃うとなんか、すげえ真面目な話してそうな、ね、教授だから、ね。いや、そんなことない。あれ、なんかこう、え、部署も一緒なの？完全に営業ですけど、違いますね、その。あ、そうなんだ。はい、フロアも違って。はい、じゃあ、え、休みの日に会ったりもするでしょ？たまにですね。あ、もうそんな毎週ってほどではないですけど、はい、たまに予定が合えば会うっていう感じですね。でも超仲良しだからね。会社始まって以来の仲良し。でもそれ初めて聞いたんですよね、私は。本当、片思い感が出てる。そのアシュラフ王子、妻感が出ちゃったじゃん。じゃあなんか会社の中ですごい仲いいっていうのはなんか知らん、まあ、うん、まあ仲いいっていうのはまあ分かってたんですけど、その会社以来、30年代みたいな、ね、はい、それは初めて聞いたんで。そうか、じゃあそれは
本意をちょっと誰かに確認しないとどういうことですかとどういう意味で言ってんですか。今それが分かる人連れてきて困りますね。広島出身で、はい、大学の時に出てきたの。そうです。あ、そうなんだ。初めてこっちにもなんかすごい憧れがあって関東が、なんかもう本当にもうみんなおしゃれで、なんかキャンパスも都内のなんかすごいなんかおしゃれ、まあそれおしゃれでなんかもうみんな楽しそうな、あ、そう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 、本当にキュッキュしてるね。実際どうだった？実際はまあ最初のあれみたいな、こんなもんみたいな、ここなんか地元より田舎みたいな。どこに引っ越したの？そうです、東松山と、そっか、はい、東松山近辺に。そうですね、はい、ちょっとね、はい、ちょっとね、はい、外れてるんだ。そうなんですね、都心ではないから。そうだね、この大学をなんかすごい否定するのってなんか大丈夫なのかなって今思ってるんですけどそういうところにある方が、大学っていうのは大体ちょっと郊外にあるもんだし、まあそうですよね、そっちの方がまあ、そう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 、だってっていうのも都心にさ大学あってもさ絶対狭いじゃん。そうですよ ね、 ね、まあ、広大なキャンパスとかの方がいいですもん ね、 ね。でなんだかんだやっぱ遊びに行く街だしね。そうです ね、 ね、勉強にさ身が入らないしね。そう、ディスってるわけじゃなくて、その憧れが強かった。そうです、そのギャップの話が、ギャップにやられたんで、うん、はい、そうだよね。実際は大学勉強しに行くんで、うんうん、まあ遊びに行くのはまあ、うんうんうん、そうだね、はい、そうだね、そういう意味では多分そのところの方が良かったと思います ね、 ね、はい、そうだよね、はい、広島って聞くとやっぱ広島のあのやっぱ原発の話とかちょっと聞きたいは聞きたいだけど、あ、やっぱ全然関東と捉え方は違うんじゃないかなとはちょっと思うんですけど。あ、そうだよね、あ、やっぱり違いますね、うん、やっぱりもう小学校ぐらいから本当にもう原爆のやっぱり授業っていうかまあ話とか被爆者の人に来ていただいて話を聞くっていうのは毎年ありましたね。実際にそういう人が来て話してくれるんだ。してくれるっていうのがありましたね。ああ、そうなん、はい、もう小学校低学年から、まあ、低学年から多分あったと思いますね。はい、でそこからも毎年、うん、まあ、鶴は折って、はい、千羽鶴折ってっていうのは、はい、どこの小学校も全部やる。あ、もう多分やってると思いますね。はい、そうなんだね、はい、やっぱそういうところでちょっとこう意識が違うよね。あ、もう全然違いますね。もう自分のなんかこう親族とかでもやっぱり被爆した方がいらっしゃる。まあ、はい、いますね、はい、リアルだよね。いや、そうですね、なんで毎年その日はやっぱりテレビはもう全チャンネル、あ、はい、もう中継で、うんうんうん、はい、やってますね。木刀の、あ、はい、そうです、はい、はい、広島県民って本当絆が強いよね、そういう意味で、なんかそういう気もする。いや、そうですね、県民、はい、の広島県民に会うとなんかみんななんかいい人が多いっていうかな、なんていうんだろう、で広島県民同士を愛してるんだよね。なるほどあ、それはあります、あります、あります、あるよね、はい、なんかでも全然違うの、他県の人と広島県民同士だと。確かにそれはありますね、はい、ね、やっぱあるんだね。ある、それがカープに繋がってるんですけど、すみません、繋がってますね、ぶっこんだけど。そうですよね、広島カープだからね。そうそうそう、これ広島市があれなの、はい、あの経営してんの、広島カープ、広島市っていうかなんだっけ。でも広島はなんか唯一あのこう球団はあれなの、施設球団っていうか。そうだよね、うん、そうだよね。どこが運営してるんだって。どうなんですかね、そこまではちょっと。だからなんか暑いのかなと思ってたんだけど、あ、多分地元密着みたいなのあるんで、うんうんうん、まあそれであると思いますね、やっぱり、ね、そうなんだ。だって他のとこは企業かなんか、ね、企業とか。そうですね、そうそうそう、私は全然頭が回転してまあ、トマークは野球っていうよりはバスケだからね。そうだね、そうですね、バスケ少年。スラムダンク世代ですか。スラムダンク世代じゃないです、ね、22だから、全然違う。黒子のバスケ世代なんじゃないですか。
で私 どちらかっていうと、アヒルの空って分かりますか？アヒルの空は分かるけど、読んだことないですか？昨日聞いた。昨日は出来たてですね。ほやほやじゃん。そういえば。マジか、アヒルの空。いや、そうなんですよ。はい、あ。かじってないわ。それを見て、バスケしたくなって、やり始めたの。そうでもないんですよね。そうでもないんですよ。なんか地元の近所の先輩に誘われたのがきっかけですね。やろうって言われて。え、部活でじゃなくて、小学校なんかスポーツ少年団っていうんですか、なんかそういうのに、リトルリーグみたいな。あ、そうです、そうです、そういうのに誘われて始めたのがきっかけですね。へえ、じゃあお父さんとかお母さんバスケやってたとかでもなく、母がなんか1年ぐらいやってたらしいんですけど、まあそんな熱狂的な感じじゃなかったんで。冗談いくつの世代ですか？私がですか、はい、もう40とかぐらいじゃないですか。多分引退してたと思う。違う違う、靴のさ、靴もはや多分流行ってないんだよ。あ、分かんないです、そこまでちょっと。はい、桜木花道ですもん、その、うん、そうだよ、うちら世代がギリじゃない、うん、今またちょっと流行ってるけどね。そうですね、はい、そういうことで。私の当時知らなかったですね、ちょっとそんなに。そうだよ、はい、そうだよ、それ多分一個上とかすごかったのかな、はあ、多分そうですね、はい。そうか、バスケ続けて、はい、でも高校までやってたんだもんね、結局ね、なんだかんだって。そうですね、部活動にはここまで入って。ポジションはちなみに？ポジションは一応シューターをやってました。シューターってどういうポジションなんですか？シューター、まあ外から結構スリーポイントエリアから。なるほどなるほどなるほど、はい、理解理解した。緑馬さんや、緑馬さんや、ルカワだ、ルカワ。そうそうルカワじゃないよ、あれルカワじゃねえ、だけどみっちゃん、それそれみっちゃん、ごめん、みっちゃんくんです。理解した、キャラで覚えている。漫画知識、どうしようもない、分かった、理解した。なるほどな。え、大学ではやらなかったの？じゃサークルではやってたんですけど、結構そのバスケ部にも入りたかったんですけど、はい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 、結構なんか条件があったらしくて、なんか身長が180センチあって、なおかつ高校の試合の結果っていうか、それがなんかベスト4以上じゃないと入れないよって監督に言われて。はい、トワ君は身長いくつなんですか？165ですね。あ、そこで来ちゃった。田中さんが今日チーン係だったんですね。なる